チャオーあーちゃんです。チャオーあーちゃんです、今日は京都の嵐山の車崎神社に参拝に来ました。車崎神社です。はい、では行きましょう。ここに犬の侵入ご遠慮くださいという、これが本間の神社です。はい、ワンコね連れてきちゃダメです。神社には基本ね、何回も言ってるけどね、車に置いとかなんかね、来た場合、ね、来た場合、そうなんかほんまにあの動物っていうのは汚れになるから神社は嫌うんで、はい、ここ昇龍龍神社、水の神様と龍の神様にお参りしていきましょう。とまだね鳥居じゃないからね、ここは先にちょっとお参りしていきましょう。龍の神様にお参りしてきました。やっぱりね、厚見さんは龍の神社にお参りしないとねってことで参りして、でここも鳥居じゃないのかな、車崎神社の、はい、自転車、犬の不審入国、自転車で自動車もダメです、ね、ここは鳥居じゃないから一応一例だけ一絵っていうことで、ね、ここにね、いっぱいいろんな人の名前があるんだけど、10万円したら石になるのや、すごい困難がねできるようにちょっと厚見さん頑張ります。最近流行りの、あ流行りの、ジャニーズのストラでストーンズっていう人書いてあった。 あそうなんや、あれでストーンズって読まれてる。あそうなんや、結構ジャニーズ多いですよ。あすごい名前、アモーレマリすごい名前すごい名前ですね。金さん、おしゃわじゃどれおしゃわじゃどれなんだそれ、なんでもいけるのこれ、なんでもありやねん、あ、もうテレビで見た、やってるやつや、そこまで、松さんと高い、あ、高い、ほら、サンジュー、ソプ、ナミ、ロロロロ、モキニ、麦原の一味、麦原の一味書いてある、トンネルで。はい、お参りは右へ。どこ？手水舎で見る、清め社で清めて、でお守りを見て、芸能関係の方は芸能神社。了解です。はい、行きましょう。お礼の石。では行きましょう。ここは。すごいロリータは場違いな気がするけども、いいんだ、厚みはこれでいいんです。はい、ということでね、あれ手水出てないぞ、ちょっと手水が出てないけどね、出てないけど、ちょっと口をやめときます。手だけ清めていきましょう。いろんな加減で手水が出てないんやと思います。行きましょう。
どこが本殿でしょうか。どこかな、どこかわからない。清宮宗ってどこにあるの、そうはないけど、あ、ここや、目の前、目の前や、なんかカッターとかハンマーとか浮いてあんねんけど、なんかすごい清まらへん。なんか今作業中、なんか触らないで、触るとご利益が得られません。はい、足場のご利益とか、なんか色の塗り替えじゃないですか。リフォーム中やね。で、行きましょう。うん、色の塗り替え。あ、カバンを置こう。弁財天さん、弁財天さんは帰りにお参りしましょう。はい、本殿から、金100万円やって、すごい。金100万円、金100万円、この石100万円、200万円、すごい。あ、お金持ち、これ金500円、昔の500円ですごい金額だよな。あれ出てしまったね、これ駅やで。ちょっと待って、駅までちょっと、とりあえず行きよう。これ車好き神社駅、あれ行き過ぎたみたいな。本殿がどこか分からない。こうやってね、まあね、まあねって、神社の中で迷っとる。どうなんでしょうか。神社の中で迷ってしまいました。あーちゃんとあっちゃんです。はい、本殿がどこかわからへんね。本殿はさあどこにあるでしょう。クイズになりますね。そうか、あそこまであったとこかな。じゃあここで。本殿がわからずうろうろしてます。え？本殿がわからずうろうろしてます。本殿わからへん。ここやな、多分。あ、ここ入ったとこや。ここ曲がります。ここ曲がる。では、入りましょう。あ、ここやね。ここでした。ここでした。ありました。はい、これ、一礼しましょう。皆さん、騒がせしました。では、入りましょう。ここです。ここでした。お騒がせしました。あの、中で迷うとね、もうあっちゃんだし。ではお参りしましょう。なんか、あ、これがあの石かなったら返す石かな。2礼201礼は、あの昭和になってからの洗脳で、あの神様の心を閉じる挨拶、3礼3拍やねんけど、でいきましょう。これ先鳴らした方がいいのかな、これ先鳴らせるか、はい、鳴らない、はい、できます。軽く、で3回、
神社に参拝させていただきました、はい、なんかね、ここの神社はね、すごく雰囲気がいい神社でね、車で金やね、金龍厄除け芸能の神様ってことでね、まあ、あんまり神社で、本まりなくて、なんか芸能神社ですけど、ここじゃなく、もうちょっと向こうにね、芸能神社があって、後でまた行きます。今は、車崎神社の本殿にお参りしました。はい。足元に移動していきましょうか。なんかね、お守りとかもあるんです。後で見ていきますね。待ってよ。ご主人ちょまだ持ってくるの忘れてありがとう。また持ってくるわ。また苦しい。ここ最近書いてくれへんとこ増えた。書けません。そう、書けません。どういうの書いたら作れんの。ちっちゃいところ小島さん持ってたら結構でかいですね。結構大きな神社で、じゃあ行きましょうか。ちょっとお守りさんを見ていきましょう。はい、おみくじとかもある。あ、こっち避けた。右から左から行ってしまう。ではここを見ていきましょう。これは何？あ、これおみくじ？おみくじやろうか。おみくじを行きます。ここにいいかな。おみくじを行きましょう。3番。龍のお守り買おうかな。
龍のピンクの、はい、またね、ここ来たいなと思うんで、さっきちょっと弁財天さんにお参り行きましょう。あの先に本殿を参ってきて、で弁財天さん行って芸能の神様に、お財布忘れてきてさ、みんながね、何かを買ってる間に待って、持ってる間に先お参りします。弁財天様、水は必ず取り除いてください。こういったままにすると迷惑ですね。それ供養水はこの中に入れてください。ああ、そういうことか。ちょっとね、変わったお参り仕方するとちょっと思います。で、これからかける。はい、しましょう。ちょっと分かる、やり方分かる。行きましょうはいいねんけどね。がっつりお財布忘れてきてさ、お財布に玉しかないのよ。どこへ置いたんやろ。そう、お札を、あのお札でお財布にしようと思ってんだけど、芸能神社のこのお札、あのあれ立てたいねんけど高いから、まあ、ちょっともうちょっと稼いでいてから1万3000円1万円。 YouTuber はどっちになるんだよ。YouTuber は芸能関係になるのかもわからんから、登録者数によるのかな。で水木有さんみたいにね、お賽銭箱が奉納できるように厚美さん頑張ります。ここは何、ここは何、かわいい日本でさ、おみくじかわいくないですか。機械のおみくじ、機械に入れたらあれが動くんでしょうか。こんな
あ、竜。すごい。三船祭の竜。すごいね。ではこっちから行きましょうか。今度ハイダショップってさ、さっき言ったよ。では、はい、ここね、天のうずめ様、芸能の神様なんで、ここはぜひぜひお参りしましょう。